え、てか、チネマニューラどうすんの、マニューラ。返さなくていいの、返し、全然返してもいい。おっと、ノイさんありがとう。持って次の試合は101ポイント。ノイさん、1002円、100.2 ポイントありがとう。あげる？ありがとう！じゃあ、チーニャンのこれもら、おや、チーニャンの、展開時が入ったことで、皆様これで図鑑が全部色違いになったはずなんで、ちょ、全部見ていきます。それでは皆様、世界初、色違いコンプリート図鑑、ご覧ください。まず、木炉、ノーマル、色違い。フクスロー、ノーマル、色違い。ジュナイパー、ノーマル、色違い。日の嵐、ノーマル、色違い。マグマ嵐、ノーマル、色違い。爆風、ノーマル、色違い。ミジュマル、ノーマル、色違い。フタチマル、ノーマル、色違い。大剣気、ノーマル、色違い。ピッパ、ノーマル、色違い。ちょっと薄くなるんだね。ビーダル、ノーマル、色違い。ムックル、ノーマル、色違い。これ全然違うね。ムクバード、ノーマル、色違い。よくこれね、ムクバードに襲われて大変でしたよ。序盤。ノーマル、色違い。ムクホークもかっこいい。あ、コリンクだ！青いんですね。それが黄色くなるんですね。ルクシオも、青、黄色。レントラー、青、黄色と。ケムッソね。あそこ飾ってあるんでね、僕の。赤がこう紫っぽく。はい。カラサリスは、ああ、なるほど。灰色がこの色になると。アゲハントも、ちょっと羽の色が全然違いますね。でも本体も全然違うわ。マユルドもね、これ全然違います。見てください、これ。緑。毒ケイル。緑がこの色。ポニータを見てくださいよ。赤系、オレンジ系が青系になるの多いっすよ。ギャロップも、オレンジが紫。EV はもう全然。これです。茶色が白。シャワーズ。うわ、全然違う。サンダース。黄色が、これ。ブースターですね。これも、こう、薄くなってますね。エーフィー。おー。緑色になったね。こっち深いですね。ブロッキーってなんだっけ？黒黄色がこう、あー、青だ。リーヒはね、意外とわかんないんですよ。ほら、わかんないんですよ。グレイシア僕気づきませんでした。ちょ、待って。なるほど、ちょっと薄くなる感じですね。ニンヒア。これはもう全然。そうですね。ズバットは、あー、はいはい、青紫ですね。で、ゴルバットも同じように、青で紫が黄色、あ、緑になったか。黒バット。おー、全然違う。不安定ってなんだっけ？あー、これだ。これもだ。はいはい。フワライド。出ました。私が最初に捕まえた色違いがコロボシでございます。確かに。はい。キラーンって光って、はい。薄かったね。あの、コロトック。これもね。じゃ、だいぶ違いますね、これね。ブイゼルかわいい。これはかわいいよ。そしてフローゼル。これもオレンジ系が黄色ですね。ミノムッチ。ミノムッチ難しいんすよ。色違い見てください、これ。はい。ノーマルが黒。色違いが、コン。みたいな感じです。そしてミノマダム。黒。コン。黒。コン。ガーメイル。全然違ったわ。石つぶては、これが、こうなってしまうんですね。ゴローンも、グレーっぽいのが、こうなりますね。基本ゴローニャも一緒ですね。はい。脅し師はね、緑色になってしまうんですよ、あの色が。この普段の鹿のような色が。で、怪し師ですね。普段乗ってるこの怪し師も、緑色っぽくなります。さあ、ゴンベ。ゴンベはね、この色が濃い青になるって言えばいいかな。濃い青。これを、カビゴンも一緒ですね。はい。カビゴンも一緒。パラスですね。で、この色。これが、こう。パラセクト。これも薄くなります。ピチューですね。これが、全体的に薄いっすよね。耳の色と。
ピカチュウはね、どんどん日焼けしちゃうんですよ。ピカチュウ日焼けしちゃうんですよ、これ。見てください、これ。うん。ライチュウも、ライチュウこれね。こう。こう。ケイシー。ケイシーも、黄色が、薄く。ユンゲラーも黄色から、この色になりますね。フーディンはどうでしょうか？胴体の道具は、ちょっと違うか。紫っぽくなる。出た。ヒコザル。これです。僕は、ポケモンを初めてやった時に、ヒコザルが出て、尻尾を燃やしてるから、虐待なんじゃねえかなと思って。そしたら今度頭が燃え出したっていうね。うん、大丈夫でしょうか？モーカザル。そして豪華ザル。もう燃えちゃってんのよ、頭が。頭が燃えちゃってんのよ、これ。大丈夫これ。あら、かわいい。これが、ミミロル。ドーン。ミミロップ。これもかわいいっすよ。ほら、見て。こっから、ドーン。チェリンボ。ちょっと、あれですね。葉っぱのところが、濃い緑から薄い緑になりますね。チェリム。これはもう全体的にもう全然、こんな違いもあります。コダック怖いっすよ！ノーマルこれですよ。皆さん。こっから、氷点下の世界に連れて行った時に、寒いみたいな。凍っちゃいますみたいな。これがコダックですね。ゴルダック。ゴルダックはね、くちばしがピンクっぽくなるんですよ。黄色から、ピンク。そう覚えてください。ミツハニーもね、これ全然違いますからね。地味にね、羽の色も変わってんですよ、これ。ほら、羽の色。地味に変わってんですよ。ビークイーン。こっから、こう。ストライクかっこいいね。これはかっこいい。ピンクになる。バサギリ。茶色が緑になる。茶色が緑になる。ハッサム。赤が、緑。なんか俺もなんか、シャア専用のなんかもうモビルスーツみたいだけど。確かに。ノーマルが。うん。出ました。こいつカブトムシなんですけど、もともと青いカブトムシなんかいんのかよって思ってたら、ピンクになっちゃうっていう。出ました、マネネ。かわいいっすよ。マネネ。見てください、これ。頭の丸いとこも違うし、髪の毛みたいなとこも違うよ、これ。そして、バリヤードはノーマル色どうでしょう？全然違う。見てこれ。全部色変わって、全部。エイパム。そうだよね。全然違う。エテボースも、全然違います。こうです。もう、皆さん有名ですよね。金色のコイキングね。コイキングの時代は赤くて、これがギャラドスになると、色違いが赤っていうね。確かに。さっきノーマルが赤だったじゃんっていう。法則崩れたじゃんっていう。僕はそう思いましたよ。はい。カラナクシ。青い頭のお腹が緑。全然違う。なんだこれ。トリトドン。茶色ピンクが、なんかもうアポロチョコみたいな色合いですけど、これが抹茶チョコ。うん。ハリーセン。黒。黒が、全然違う。で、これも黒だね。はい。ハリーマンね。で、ピンプク。ピンプクも、ここもピンク赤が、こんな紫になっちゃった。で、ラッキーは皆さん知ってますよね。ラッキー、これですよ。ピンクですよ。白いんですね。ハピナスは、ピンクが薄くなるだけなんだけど、ラッキーの時は、緑色になるんですね。不思議。つぼみのノーマルはこれです。それが、紫が出てきます。前掛けみたいなとこが紫になりますね。で、ロゼリア。ロゼリアね、花の色に注目ですね。はい！もともとはこれでした。ブルーローズとレッドローズを持ってるんですけど、もうわけわかん。ローズレイドもそうですよ。お花が全然違くなるんですよ。マスギッパってなんだっけ？あ、合ってたわ。深い緑。チュリネは見たことあるんじゃないですか、皆さん。目がね、赤青ですね、目が。目が全然違いますね。目が赤、青。はい。ドレディア。ドレディアさんも、最初はこうだが、こっち色違いですね。モンジャラも随分変わったよな。青が、緑の毛がついてる。これも一緒だ。青が、緑。ドジョッチェ。あんまり見ねえな、ドジョッチェ。なるほど。水色、青。なるほど。ナマズンは、大元が、おー、全然違う。グレックル。青が、こう。うーわ、毒々しい。
これも一緒ですね、じゃあ。法則。一緒ですね。出ました、ラルトス。私の大好きなラルトスでございますね。基本は緑系、黄緑系で、黄緑系なんですけど、基本は。色違いは青系になります。はい。これはね、僕がクレアさんの名前をつけてね、いつも使ってます。サーナイト。めちゃくちゃ強いと思ってます。そして、エルレイド。エルレイド。こんな感じです。ヤンヤンマ。赤が青になります。赤が青。はい。メガヤンマも、お、全然違う、メガヤンマは。赤緑から、ピンク青。全然違いましたね。ヒポポタス。このカバー覚えてますね。カバルドン。カバルドンも、ちょっと青っぽいですね。ノーマルは。あ、かわいい。僕これめっちゃ好きっす。パチリスめっちゃ好きっす。かわいいっす。これノーマルはこれですね。めっちゃ白い感じが、こうなります。これかわいいっすね。パチリスさんかわいいっすね。スカンプ、この紫っぽいのが赤になるね。スカタンクも一緒です。紫っぽいのが赤になります。ヒメグマ出ましたよ、これ。元はこれです。それが、リングマもそうです。元の色がこれで、こうなります。ガチグマ。こっからこう。ヌメラ。ヌメラ。ヌメラはこの薄紫っぽいのから、この色になりますね。ヌメイルも、こう。薄紫っぽいのがこうなる。で、なんか今作、一応ヌメルゴンっていう子が一番強いらしいね。最強個体らしいね。で、イワークですね。イワークもグレーっぽいやつでしたっけ。はい、よく、親の顔より見ましたね。この辺は。ハガネイルも、この青っぽい、金色になりましたね。サイホーン。もともとこれです。サイドンも、グレーっぽい色からこの感じ。ドサイドン。ドサイドンの色違いは、こうです。出ました。ウソハチ。ウソハチはこの色ですね。茶色に緑。それがもうピンクになっちゃってますね。ウソッキーも、茶色緑からこの色と。ベロリンガ。このピンク系がこうなる。黄色っぽいですね。で、ベロベルトも、ピンク系がこうなる。トゲピー。頭の色がピンクと黄緑みたくなるんだけど、俺、赤と青の模様がひっくり返るんですよ。はい。ほら。青いとこが赤になって、赤のとこが青になるっていう、なんじゃそりゃっていう。で、トゲチックも、模様が変わるんですよ、これ。ほら。基本模様で覚えてます。で、ここも、右耳、左耳の赤青がひっくり返るんですよ。ほら。ほら。トゲシリーズはそうやって覚えてください。出た!ナエトル。この、薄い緑がノーマルで、こっちが色違いです。これも、林ガメ。これも全体的に変わりますね。全体的に変わります。はい。ドダイトス。ドダイトスもね、ノーマルは深い緑で、それが、全体的にこうなります。出たポリゴン。ポリゴンも、もともとはこれです。これが量産型の色ですね。それが、この色に変わると。もうこの辺は一緒ですね、シリーズは。あ、でもこれちょっと違うか。赤、青。ドーン。ポリゴン Z。ドーン。一応法則としてはやっぱ赤が青になるとか、緑が青になるとか多いね。ゴースは、胴体が黒くて、周りが紫。それが、胴体紫で、周りが青になる。これ今度口の中がだいぶ違うんだよね。口の中、ほら。口の中が赤いのが、青になる。で、ゲンガーは目の色。ああ、でも体もだいぶ違うわ。もともとはこれなんだけど、目が薄くなって体も薄くなるわ。体黒くなってんな。で、多分、史上最高に難しいのはこれですよね。ミカルゲ。ミカルゲが、もう大元がこれです。それが、こうです。ミカルゲは本当にね、もう考えられない。想像を絶する難しさですね。捕まえられる人はそういないですからね。ミカルゲはこうなりまーす。闇カラス。毛元は、大元は黒っぽいやつかな。そっから、紫。ドンカラスも、大元は黒っぽい。あ、濃紺ですね。アンノーンは、黒が青。で、玉ざらしシリーズは、この色です。紫ですね。トドグラも一緒ですね。青系が紫。そして、トドゼルガも青系が紫。
鉄砲魚ってなんだっけ、もらっただけだからわかんねえや。あー、なるほど。オクタン、タコだよね。タコ、タコ色だよね。タコ色、ゆでだこの色がなんという金色っぽくなっちゃった。スコルピ、スコルピは、あー、青いサソリが赤いサソリに、トラピオンは紫っぽいのが、あー、ちょっと若干変わるのか。ドラピオンよく歪みで出てきて、よく襲われましたわ。ガーディー、赤っぽいが黄色っぽいやつになりましたね。ウィンディーは赤っぽいやつが黄色っぽい。ここも法則性にのっとってますね。ニャルマ、ニャルマが、なんて呼べばいいんだろうね、この青っぽいやつが。紫っぽいになりました。この色が紫です。ブニャって、これがな、デブ猫になるやつだろ？ほら。これも、この色が紫。一緒ですね。出た、ワンリキ。ワンリキは青ですね。青が、金色？と思ったら急にね、ゴーリキからね、緑になるんですよ。で、カイリキになったらまた一緒緑。うん。ペラップ。これが、全然違う、これ。全種類違う、これ。法則性なし。夜回る。グレーっぽいのが赤になっちゃった。グレーっぽいのが赤かな？そうだね。グレーっぽいのが赤。全然違うわ。と思いつつ、ヨノワールだけなんかわけわかんない。なんでしょう、これは。ポッチャマですね。私、前作で600回ぐらいスタートで厳選したんですけど、ポッチャマを弾けなくて、結局僕諦めました。これがエメラルドグリーンポッチャマです。ご覧ください。かわいいっしょ。で、これですね。ポッタイシ。これも、可愛さに関してちょっとポッチャマにかなわないですね。エンペルトはね、まあまあ強いんで、使ってもいいけど、僕はポッチャマのまま使いますね。出た。タマンタ。タマンタタバサと私にくだらない親父ギャグを言わせた。青から、エメラルドグリーンっぽいですね。ただね、この色になると変わるんですよ。マンタインってやつになると。今度青に戻るっていうね。不思議な状況でございます。バスラを着ました。これも、見てください、これ。全然違うんだけど、なんとも言い難い、この色の変化。偉大刀になった時、もっとね、言いにくいですよ。いきますよ。偉大刀これです。なんというか、この、黄色ですね。黄色になりましたね。じゃあ、黄色で。偉大刀は黄色と覚えましょう。かわいいですね、ロコン。ロコンもともと赤いっすね。赤いのが、こんな感じです。ロコンは結構僕の中で可愛いっすね。ただね、この、美しくなる。これもね、ちょっとね、法則、実は法則に反してて、ロコンの時は、見てください、これ。赤かったのがこうなったわけですよ。で、この色違いのこの色が、なんかこっちではね、なんかね、ノーマルっぽくなってて、今度はこのわけわかんないんですよね。目のクラゲ。目のクラゲは、青赤。青赤がこれ。毒クラゲ。毒クラゲも青赤の、あれですね。青赤がこれ。なかなか集められなかった蛍光魚出たぞ、みんな。これです。ネオラント。これが、これ。これが、これ。ブビー。赤が、オレンジ？ブーバー。ブーバーかっこいいっすね。大元かっこいいっすね。炎が燃えている。赤黄色が、ピンク紫系ですね。ブーバーも一緒かな？赤黄色系の炎のイメージから、こんな感じですね。最難関だったコイル。これね、やっとね、いただいて。これが大変だったんすよ。コイルはこの、水色っぽいのと磁石の部分が赤青みたいな S 極 N 極みたいなあったんですけど、これがもうメタリックに、メタリックゴールドに変わります。そして S 極 N 極がなくなってしまうっていうね。これがコイルです。そしてレアコイル。レアコイルも一緒です。この辺がこうなります。ジバコイル。ジバコイルもこんな感じがこうです。はい。そしてドミラ。ドミラですね。青が深緑。青が深緑。これは、ドータ君も、青系が深緑。エレキッドさんは、黄色い黒が、ちょっと薄くなるんですね。電気だけにやっぱ黄色いね。僕が間違えたのはこっちか。エレブが、これ、オレンジになるのか。オッケーオッケーオッケー。エレキブルも、黄色系が、あ、でもこれ目の色と尻尾の色が赤が青になる。赤が青になる。オッケー。赤が青。これは覚えやすい。さあ、名前はかっこいい。グライガー。
紫が青。グライオンは紫赤みたいのは、水色黄色みたくなりましたね。ほら。うん。さあ、私の大好きなガブリアスシリーズ、深まるシリーズですね。色が深まる。いいっすね。そう覚えましょう。深まるは色違い、色が深まる。で、ガバイトも色が濃くなる。鮮やかになりますね。で、ガブリアスが、ガブリアスの最後薄くなるね。うん。この人は本当に強いっすよ。さあ、ノズパス。鼻がコンパスだからノズパスっていう噂なんですけど、まあ、青が黄色になるまでいいんですよ。鼻がコンパスだったんじゃねえの？進化してなんで、デカッパなみたいなあだ名になっちゃったの？うん。大ノーズ。うん。コンパスどこ行った？ビリリ玉。これも、全然違いますね。マルマイン。はい。怒ってますよ、怒ってます。怒ってます。ロトム。扇風機バージョン。ロトムの姿。ちょっと待って。ロトムの姿が、ノーマルがわかんねえ。これノーマルがこの色が、オレンジっぽいのがピンクになるでいいのかな？ね。いいじゃん。あの、耳の部分っていうの？上の部分が赤いのがオレンジになるね。オレンジになる。出た。チリーン。これもね、赤いとこが黄色になるし、大元も水色っぽいのがエメラルドグリーンになるし。ね。ムーマ、青でしょ。よし。青が緑っぽいやつですね。こっちはムーマージですね。こっち紫っぽいのがこうなります。うおー、かっけえな。ムーマージかっこいいね。P！ P はピンクと茶色。こっちは薄ピンクですね。薄ピンクの緑ですね。これ黄緑っぽいやつ。はい。ピッピも一緒かな。はい。ピンクの耳茶色が薄ピンクの黄緑。全部一緒です、これ。パターン。はい。大元が、これ。はい、ピクシーです。さあ、来ました、ニューラ。最後の、最後に積もったニューラですよ、皆さん。この色が、ニューラ。そして、オーニューラ。オーニューラが、これ。ドン。全然違うやないかい。全然違うやないかい。さっきこっちが色違いだったのに、今度こっちがノーマルかい。そして、マニューラ。マニューラも、もう、全然違うもんね。これが、マニューラです。雪わらし。雪わらしは、黄色っぽいやつが、おー、青。鬼氷。出た。鬼氷。目の色、見てください、目の色。でーん、赤。あー、それ以外もだいぶ違うな。雪目の子。大体こういうのはね、緑とね、お腹だよね。やっぱり、緑とお腹。目の色とお腹だね。いやー、なんかあっただろうね、ズガイドスの、この青っぽい方。私は何度、歪みの中で捕まえたか、この色を。赤くなるんですね、青が。はい、ラムパルドも、青が赤になります。青が赤です。タテトプス。これ、体の色も頭の色も全部違うんで。トリデプスも頭が濃くなる感じ。体もちょっと色変わりますね。出た。ウリムー。このイノシシのような柄で鼻がピンクだったんですけど、ちょっと鼻が黄色くなって緑になりますね。で、イノムー。これも茶色いイノシシ柄がこうなります。マンムー。これが、これです。イノシシ、もう茶色ですね。茶色がドン。これも法則ありましたね。カチコール。カチコールは目の色と胴体少し変わりますか？はい、変わります。目の色が一番違います。目の色。カチコール。クレベース。クレベースがもうさ、ノラにいるの怖いんだよね。色全然違う。全く違う。雪かぶり。これは、胴体の色と手の先っぽが違います。これ。雪の王。雪の王が、手と足ですね。で、結構人気ですよね、ゾロは。大元が、この赤系が、ドカーン。青系。翡翠の姿なんですけどね。赤系が、ゾロワーク。赤系が、紫ですね、今度は。ゾロワークかっこいいですね。ワシボン。トサカの部分も違うね、赤が、オレンジになる。胴体もだいぶ変わりますね。これがウォーグルですね。
もう、ドフラミンゴかと思いました、最初。ドフラミンゴ。髪の色がね、真っ黒になります。髪の色が真っ黒になりますね。リオル。青が黄色？黄色でいいんかな？黄色ですね。はい。ルカリオ。同じですね。青が黄色？青が黄色ですかね。はい。さあ、これで全224種類、すべて、色違い、図鑑がコンプリートされました。おめでとうございます。皆様ありがとうございました。これにより、私が世界最速で、ポケモン224色違い、すべてコンプリートしましたので、はい。ギネスに申請したいと思います。これはネタですけど、はい。麻雀も世界一、ポケモンも世界一ということで、このチャンネルで全員で作ったね、全員で作った図鑑ですので、はい。大事にしたいと思います。皆さんありがとうございました。で、このゲームマジ神だよ。俺すげえ気に入ってんもん。これマジ。マジ神ゲーだよ、これ。うん。ファミ通から取材待ったらして。いや。断るから。俺には断る権利がある。ちょっと受け入れねえね。受け入れられねえよ。マジで。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。